5月17日木曜日、午後5時45分開場、午後6時30分開演となっております。入場は無料なんですが、チャイルドサポートチャリティの募金箱を設置していますので、皆さん、そちらのチャリティのご協力をよろしくお願いします。ソニードギター合奏団はですね、県内でアマチュアのクラシックギター合奏団として、唯一本格的な活動をしている合奏団です。県内在住のギター愛好家が、毎週火曜日に浦添市中央公民館に集い、クラシックギターの演奏を楽しみながら、技術向上、県産に取り組んでいる団体です。5月17日木曜日午後6時30分から那覇パレット市民劇場でソニードギター合奏団第11回定期演奏会がありますので、お時間ある方ぜひぜひ行ってみてください。はい、そして続いてこちら、 FM ギノは毎週水曜日11時30分から放送中のメンズ革命パーソナリティの星美幸マリアさんが講師を務めます、ときめく情熱のダンスセラピーの受講生募集です。音楽に乗せてエクササイズ感覚で楽しめるアメリカ公認のカイロプラクター監修オリジナルセラピーでございます。日時が5月20日日曜日、そして5月27日日曜日、それぞれ午前10時から12時30分までとなっております。場所は那覇市緑化センターです。料金は2500円でこちら T セット付きとなっております。詳しいお問い合わせ先は090-1557-1468 090-1557-1468 までお願いいたします。さあ、そしてもう一つこちら、 FM ギノワンからビッグなお知らせがございます。 FM 小座 FM ギノワン合同企画サマーフェスティバル、こちらを開催いたします。パーソナリティ、リスナーさん、みんな集まれ、飲んで食べて話してみんなで楽しみましょうというイベントでございます。めっちゃいい。こちら日時が7月28日土曜日、場所 FM ギノワンの上にありますビアガーデン B サイドにての大宴会でございます。最高。はい、こちら時間が夕方の6時から受付開始ね、はい、7時スタートで10時までの3時間となっております。会費が大人1人、2500円で、前売り券も現在絶賛発売中でございます。中学生高校生は1000円ということなんですけども、その当日ね、午後7時から10時までの間、ね、サマーフェスティバルやってるんですけども、その同時に FM ギノワン、FM コザ両局で、はい、サマーフェスティバル特別番組を放送いたします。何それ。会場からの生放送をお届けするという夏のビッグイベントとなっております。たくさんの方ですね、ご参加お待ちしております。この番組をお聞きの県外の皆様もですね、ぜひこの機会に沖縄に遊びに来てくださいませ。参加可能な方は FM 小座、FM 宜野湾にそれぞれお問い合わせくださいませ。申し込み方法は電話または来局していただいてからのお申し込みということでお願いいたします。 FM 小座のお電話番号は 098-934-8653 098-934-8653、 FM 宜野湾の電話番号は098-943-0094 098-943-0094 まで、たくさんの方のご参加をお待ちしております。わー、楽しそう。はい、ほんとフェスですよ、フェス。いいですね。夏の思い出ビアガーデン。で、皆様恐れ入りますが、こう当日ご参加される皆様、当日は駐車場に限りがあるため、ぜひ交通機関のご利用をお願いいたします。たくさんのお申し込みお待ちしております。以上、 FM ギノワンニュースでした。ではここで一曲いきましょうか。こちら、コメコメクラブでロマン飛行。
あ、マスオさん、ありがとうございます。あ、エコザイルさんね、そら参加するでしょうよ。うん、エコザイルさんは、あ、恋するかっちゃんさん、どうもありがとうございます。小崎のワンフェスやってほしい。あ、目の前のマネージャーさんどうですか、ファンサービスの一環ということでまあでもね、そんなもいいよね、うん、やっぱり絶対ね、本当に。でもなんかあれですよね、なんか無料というのはってあるけど、私たち国際通りの路上ライブもフリーでやってるので全然そこら辺はそこら辺はノープロブレムでございます。確かにそうかもしれない、うん、ただ参加するとなったら多分20歳以上ですけど、ね、まあ間違いない、ビアガーデンですからでもいつの間にかマイクがビールに変わってそうですねみんな持ってるやつが本当よ、だんだんなんかもう多分持ってるのがあの瓶の酒とかジーマとかいや、ノリさんは大丈夫なのかな、来ないのかなですね、もう疲れちゃってるんですかね、さすがにね、うん、明日来るの、明日関係ない本人の了解もらってもしょうがないです本人がする言うても僕、こっちのこの番組のこの番組のアシスタントはもうね、できるだけ集合してもらいますよ、可能な限り流れてるじゃん、うん、かの子一回も聞いたことないね。あ、そうなんですか、あれ火曜日に月曜日に流れてない。そうなんだ私の CM って流れてるんですかってめっちゃ聞くし、いつも言ってこれ来た途端に、あー、かのちゃんってなるよ。
さあサザンブリーズ火曜日、はい、トロピカルビーチからの放送中でございます。はい、はい、今週皆さんからいただきたいメッセージテーマが〇〇記念日、うん、なんとかの日の話というところで、はい、ね、昨日ねいただいててちょっと紹介できなかったのがあるので、うん、ちょっとご紹介していきたいなと思います。はい、ね、よいしょ。さあどこだどこだ、つつつん、さて、あ、来ましたね。はい、はい、こちらラジオネーム大塚健二さん、はい、お題の記念日ということで、はい、それは東さんと初めて会った2018年1月22日ですかね。あの日からストーカーですね。FM やんばるにも行き、芝居を見に行き、飲み、沖縄では本当に楽しかったです。ただ月曜から金曜の、9時から10時、12時から13時20時から21時、そして月曜日から木曜日は17時から18時と放送を聞きすぎて正直仕事にはなりません。仲間には最近現場に来ないし、来たらすぐ帰るしと苦情が多数、多数し、少し辛いです。放送楽しく聞いてます、失礼します。いやー本当にね、ありがとうございますよ。本当に本当ありがたいですね、そんだけ聞いていただいて、うん、ね、そんなことをね昨日送ってくれたんですけど、はい、大塚健二さんが、うん、今日もメールくれて、はい、ありがとうございます。大塚健二です、うん、と、マリンさん、アズマさん、こんにちは。どうも。お題、〇〇記念日、それはもう2018年1月23日火曜日の16時23分じゃないですか。マリンさんと初めて会った日です。おー記念日。かぶってんじゃないかよ。その後10分ぐらいしてから鼻ほじりながらチーズと東さんが態度悪く登場したのを忘れません。私も忘れられません。したことねえわ。もう謙虚に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 言ってんの、はい、あの時握手してもらい、それ以来右手は手袋をして洗ってないです。最近は匂いが厳しくなってます。俺この間会った時普通に洗ってたけどな。あれ、うん、楽し放送楽しく聞いてます、失礼しますということでございます。はい、多分東さんは、先ほどねシャワー浴びてるって言ってた時に、はい、勝手にシャワー浴びて放送は進めますくらいは言っただろうな。もうちょっとひどいこと言ってます。会った頃は優しかったのに。そういうもんですよ。どんどん慣れてくる、ね、慣れてくるもんでございます。いやいや、もういつもありがとうございますね。ありがとうございます。はい、そして、マスオさん、はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、ね、そして恋するかっちゃんさん、東さん、マリンちゃん、こんにちは。どうもということで、いただいてます。そしてミヤさんも、メッセージこんにちはといただいてます。ありがとうございます。さあ、といったところで記念日なんですけど、うん、あれっていうかそのマリン記念日っていうか、まあ、OBP の記念日というか結成した日とかっていつなの。結成した日っていうよりはお披露目、うん、はい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 、OBP のお披露目が、そう、東さんも来てくれたじゃないですか、うん、が、2015年の8月16日2015年8月16日がお披露目で、あ、その次ですね、その来年の、来年のじゃない、2016年9月16日に、うん、その CD デビューで東さんに来てもらったの。ああ、はい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 、はい、そうです、そうです、の2つですね、8月16日と9月16日が、うん、ああ同じ16日で覚えやすいね。はい、そうなんですよ。え、一応でも どっちが結成日というか 大切にしてる日というかは、もうやっぱダーウィンを出した9月16日ですね、うん、9月16日が記念日、はい、記念日、はい、リスナーさん皆さん聞いてました。9月16日ですよ。はい、9月16日です。OBP の記念日、ちなみにマリンの誕生日は12月10日です。聞いてないって。誕生日までは聞いてない。自分で言っちゃうってやつ、ね。はい、僕の誕生日は10月14日です。一番聞いてないやつ、一番どうでもいいや記念日。はい、じゃあそんな、じゃあマリンのコーナーをいきましょうか、ねえ、いきまーす。じゃあこのタイトルからお願いします、はい、どうぞ。もぐもぐマリン in ギノワーン。はい、このコーナーはですね、私マリンがギノワン市内にある飲食店をもぐもぐして食べ歩きするというコーナーでございます。はい、ありがとうございます。はい、さあ今日はどこを来たんですか。今
今日はですね、まかない屋という定食屋さんに行ってきました。定食屋、はい、にや、に使わないですね。そう、あのなんか定食って無性に食べたくなりません？あっていう時があって、でそう、実は今日の朝行ってきたんですよ。そう、もう無性に食べたくて。あ、そう、そう、朝行ってきて、うん、であのこっちがあの久米島味噌食品という、うん、あのお味噌のこの会社があの運営してる骨汁専門店なんですけど、はあ、はい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 、で、まあね、骨汁専門店なので、うん、骨汁定食を出た。これはね、また沖縄独特な料理だよね。そうなんですよね、骨汁って。そう、ソーキ汁でもなく骨汁っていう、もう本当にもう骨汁ってすごいんですね。もうちゃんと食べたのは初めてだったんですけど、うん、骨汁を食べ終わった後のお皿がもう骨の量がすごい。もうね、もうちゃんと食べようと思ったら手がベトベトになるっていう。そう、でもそれが美味しい。骨にしゃぶりつくのがすごい美味しいっていう。そうそうそう、もう内地の人からしたら骨汁ってなんだって話ですけど。でもめっちゃ美味しいんですよね。美味しいんですよね、はい、でこの味噌の会社が運営してるお店なので、うん、味噌がベースなんですよ、骨汁なんですけど、うんうんうん、で赤味噌と白味噌をミックスしてるので、うん、すごいまろやかな味なんですけど、いいじゃない、やっぱり骨汁なので豚骨の香りと風味がすごいんですよね。いいな、もうその豚骨の、あと油もやっぱり出てるので、うんうん、その豚骨の油と風味と、あと味噌、赤味噌、白味噌がすごいいい感じでマッチして、うん、めちゃくちゃ美味しいんですよ。いやー、いやもう本当に沖縄のね、骨汁とか、まあ味噌汁って、うん、まあもうおかずだからね。そうなんですよね、ご飯と汁以上みたいな。そう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 、おかずな、豚汁よりもさらにおかずだもん、ね、うん、本当に具材ゴロゴロしてるし、うん、で波っていうサイズなんですけど、それでも結構今もまだお腹にたまるぐらいのボリュームで、うん、でこの沖縄そばって普通豚骨じゃないですか。まあそうね、多いね、はい、うん、でもここの骨汁まかない屋は、うん、味噌味の沖縄そばが食べれるんですよ。へえ、想像つかなくないですか。え、すごい、え、そうなの、食べたことないな味噌味は。そう、めっちゃ気になると思って、うん、次行こう、もう次は、うん、味噌味の沖縄そばを食べてやるっていう、へえ、意気込みで。あ、食べたことないわ確かに。そう、めっちゃ食べたいと思って。お、いいね、うん、美味しそう。それで、あとこっちお持ち帰りもできるんですよ、沖縄そばと骨汁。あ、いいね、最高。でその食べてる時に、うんうん、その男の人が入ってきて持ち帰りをしてたんですけど、ほんほんほん、鍋を持ってくると入れ物料金がかからないで持ち帰りができるっていう。あ、そうな、自前で鍋持ってきて。そうなんですよ、自前で鍋っていう、なかなか見られない光景も見れちゃうよっていう。すごいね、それは。そう、なんて言うんだろう、アットホーム的なお店でもある。あ、いいね、はい、あ、大塚健二さんが、骨汁は豚汁の骨ついてる感じですかって。どちらかというと、あ、違うんだけどな、早期の、そう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 、骨ばかりみたいな。まず早期が分かんないじゃないかなって話だけどね。スペアリブ。そうね、スペアリブ。いや、これね、まあ、なんていうかな、骨汁は骨汁です。そうなんですよ。あの、今日ツイッターに写真あげるので、そちらで見てください。見てください、うん、見てくださいね。本当に美味しいので、はい、皆さんぜひぜひ行ってみてください。行ってみてくださいませ。はい。はい、このね、トロピカルビーチ遊んでる皆さんもね、はい、ぜひちょっとそのお店、足運んでみてくださいよ。はい。はい、でこのお店がですね、水曜日は定休なんですけど、今日はもちろん空いてます。あ、いいですね。で朝の11時から24時まで。11時から、はい、24時まで営業してるので。たっぷり営業してるね。まだまだ時間大丈夫です。はい、はい、住所はですね、沖縄県宜野湾市の前原1-14-11にありますので、うん、皆さんぜひぜひ遊びに行ってください。はい、いろいろね、食してみてくださいよ、うん、マリンより先にね、皆さん味噌味のその沖縄そばも食べてみてください。本当にもうマリン食べたくて仕方ないんです。なんで食べなかったんだろうと思って。さあ、あ、大塚健二さんがその骨汁おいくらでしたかと。はい、骨汁定食はですね、650円です。安い。お安い、さすが定食屋さん。それはライス付きですか。ライス付きでございます。素晴らしい。そして漬物も付いております。最高。なのでもうコスパ最高です。いいですね、はい、マスオさんが骨汁を食らう美女。一人で黙々食ってるわけでしょ。そうですね、もう割とラーメン屋も定食屋も焼肉屋も一人で全然普通に行ける人なんで。
骨をチューチューしてるマリンでございますめっちゃ美味しかったぜひ皆さんですね、はい、足を運んでいてね、はい、食事していただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたしま す。以上もぐもぐマリン in ギノワンでした。ありがとうございました。ではこのまま流れでお天気道路交通情報いきましょう。はい、さあ、この時間は宜野湾市周辺のお天気と道路交通情報をお届けいたします。はい、うん、まずは今夜のお天気をお知らせしたいと思います。お願いします。今夜はですね、晴れでございます。でしょうね雨にはならんよねこの青空ですからもうね、うん、夜まで続きますこの青空。はい、はい、そして明日のお天気も晴れでございます。いやー素晴らしい。で明日の朝の最低気温が24度、うん、日中の最高気温がなんと30度でございます。来た大台暑い夏です。本当に本当に俺も毎日だいたいこのね、うん、天気予報を見てるんだけど、うん、梅雨って終わったの。そうなんですよねもうあれっていう梅雨入りしたと思ったら終わり、うん、っていうぐらいの感じよね。もう降ってないですもんね。全く降ってない大丈夫かっていうぐらい本当に逆にねちょっと農作物とか心配だけど ね。でもほら去年もそうだったじゃないですか、あの梅雨の時は晴れてたけど梅雨明けた瞬間土砂降りになるって、うん、あそんなあったね。きっと今年もそれなんですかね。ああねー、うん、まあまあ雨降るのはね、まあね、まあそれ必要なことでございますから。そうですね、はいはい、まあ、とりあえず明日も晴れということですございます。なので熱中症には皆さんお気をつけてください。はい、はい、続いて道路交通情報いきたいと思います。行きましょう、はい、まず沖縄自動車道から。はい、お今日はこれはうん大丈夫、今日の沖縄自動車道平和でございます。事故、故障、渋滞などは現在のところございません。はい、皆さん平和を乱さないように安全運転してください乱さないようになんかヒーローみたいな言い方だな続いて、はい、あの一般道行きたいと思います。はい、行きましょう。さあ、はい、この宜野湾周辺の一般道の状況です。赤い渋滞してますね今日は。渋滞してますね。ですね、まずは国道330号線ですね、はい、は、前原から大園向けどちら両方向ですね、上下線とも、上下線でいいんですか。はい、まあ、両方向、はい、両方向とも渋滞してます。そして国道58号線は茶炭伊佐から茶炭に向けての、道が渋滞してますので、うん、皆さん安全運転でお帰りください。はい、以上道路交通情報でした。ありがとうございます。あとね、まあ、このトロピカルビーチからね、はい、帰られるお客さん、皆さんもね。そうですね。ね、帰られる方、那覇向けは大丈夫かな。うん、大丈夫そうです。トロピカルビーチからしたらね。はい。はい、渋滞はないので、まあ、もし混んでるようでしたら、西海岸道路ですね、うん、まあ、通っていただくと、非常にスムーズかなと思いますので、ご利用くださいませ。はい。はい、改めまして、以上、道路交通情報でございました。はい、サザンビリーズ火曜日。この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産屋株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りしました。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 までどうぞ。さあ、サザンブリーズ火曜日をお送りしてまいりましたけども、うん、お別れの時間ということで、あっという間。はい、いや本当にね、トロピカルビーチはね、はい、最高で、今日初めてでしたけども、いかがでしたか。いやでも
いいですね、開放感ね、テンション曲がる。本当にね、僕たちのね目の前がね、ま、ずっと水平線なんだよね。本当にもう見事な、本当に綺麗な水平線、先が何にも見えない水平線で、本当に非常に綺麗ですので、ぜひ皆さんトロピカルビーチに遊びに来てください。そしてトロピカルビーチで、ね、ご遊泳中の皆さん、うん、18時までとなります。この後残り5分となっておりますので、そうそうね、外上がる準備していただきたいなと思いますの で、また遊びに来てくださいませ。はい、というわけでございまして、サザンブリーズはお別れでございます。この後、レッツ深呼吸もございますので、うん、どうぞ FM ギノワンでこの後もお楽しみください、はい。そして明日水曜日、サザンブリーズリーズは青森上宮ひーちゃん登場いたしますので、そちらもお聞きくださいませ、はい。というわけで、本日サザンブリーズ火曜日、お相手は私東克明と RBP のギナザマリンでした。それでは皆さん、また明日、さよなら、バイバイ。強さを感じる強いんです。はい、あれね、はい、マリンの写真ね、いい写真でしたよね。あの、マスオさんが下からの下からすぎるアングルが変態性を感じる、なんだよいい写真だなと思ったから、そっちから撮ったのに足長イエーイ。あのね、多分 FM ギノワンの、Facebook に上がってると思いますので、はい、見てみてください、はい。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また明日もお聞きくださいませ。バイバーイ。